はい、大須三丁目にあります朝中商店からお伝えします。果物からたくさんビタミンを取って肌がツヤツヤの石川さんにお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。はい、照れた姿もまた可愛らしい。ありがとうございます。今日はですね、はい、桃の価格から見ていきたいと思います。もう夏が近づいているなというふうに感じますけれども、今年の桃はいかがですか？そうですね、今年は全般に桃の出荷量がなんかちょっと期待できるかなと思って、なんか先週から初めて入荷してきたんですが、とても色づきもよく、あの、ものがいいかなっていうのを感じますね。そうですか、暖かい日も多かったですもんね、はい、そうですね。で、価格としては、まあ、先週からは700円下がっていますけれども、どうなりそうです？はい、そうですね、まだあのちょっとお高いんですが、ここからですね、やっぱりあのまだこれ温室の桃なんですよ、はい、ここからあのじわじわと下がって、半分の値段、今だいたい1個単価が1000円近くしちゃうんですけど、500円ぐらいまで下がるかなって思います。あ、そうですか。そうです、6月の中ぐらいまでがあの温室桃になるんですよ。それ以降、多分今年はこの暖かさの影響で早くあの旬の桃が始まるかななんて思います。路地も早めに始まりそうで楽しみですね、はい、そしてアンデスメロンの価格も見ていきましょう。先週と比べると120円安くなりました。どうしてでしょう？そうですね、いよいよあの本当に旬ってことで、もう路地 の, あのアンデスメロンが始まってまして、あの先週よりもまた下がったんですが、また来週再来週になると底値ついてくるかななんて思います。底値はどのくらいになりそうですかね？そうですね、680円までいくと私は嬉しいかな。このサイズですね、680円ぐらいまでいくと嬉しいかなって思います。他のメロンもいっぱいあるので。あ、本当ですね、売り系もねたくさん出てきて、果物の種類も増えてきて、また楽しみが増えましたね、はい、以上、大須価格調査隊でした。